火山活動研究センタイトルはですね、トゥ・ザ・サウスという,うわけのわからんあのタイトルにはしてるんですけれども、この理由についてはちょっと後でご説明します。まあ、あのまあ、桜島だろうというのは、まあ、皆さん容易に想像はつくところだと思うんですけれども、それでまず私の経歴なんですけど、出身はあの岡山県の北部で、今で言えば津山市ですね。 でえー、っと77年に津山高校を卒業しまして、えー、っと4月には、えー、っと理学部に入学してますで。大学院に進もうと思ったんですけども、2ヶ月しか進みませんでした。で大学院に入った途端桜島に来ないかという話がございましてですね。 それで行くことになりましたそれで、まあ、81年の6月には桜島火山観測所の助手で採用されてそれからまあ助教授、まあ、現在は教,あの教授ですでまあ私のキャリアで、まあ、やっぱりあの一番の特色はですねやっぱり各地施設である桜島にですね43年間 言い続けたということで、ですねこれはまあかなりあの他の皆さんと比べたらですね異色なキャリアであろうというふうに思っております。で、まさにそのトゥ・ザ・サウスなんですけども、やっぱりですね、あの、まあ、やっぱあののま大,大学のキャンパスっていうのは、ですねまあやっぱり憧れであるわけです。 でそれでやっぱり桜島に行くっていうことはですね場合によっては要するに都落ちみたいな感じでですね見られることもまあ私は都落ちだというふうに思ったことは一回もないんですけどもで一番最初にその。 桜島に行くにあたって、一回、鴨先生が見に来いって言って、行くことに決めたんですけど、京都に帰ってきて、岩田先生に俺は桜島に行くことにしたって言,って言うと、岩田先生はお前よう行く気になったなって言って <laughs>、と言って、その頃はやっ,ぱりあのやっぱり桜島っていうのは、ああ防災研究所、遠隔施設、たくさん持ってますけど、やっぱりその中でも一番遠い。 ところなのでですね。あのー、やっぱりあの遠いところであるという印象はあるんだろうと思います。で、このトゥーザーサウスなんですけども。まああの巨大のキャンパスから見たときに当然桜島は南にあるしですね。で、さらにその南には南西諸島があるで、さらにその南にはインドネシアがあるのでですね。実はこの3つの意味をかけてですね。あの、トゥーザーサウスということに、えー、しました。 それで、まあ、この3つについてちょっとお話をしていって、ですね、まあ、私はちょっとあんまり岩田先生みたいに学術的な話は今日はほとんどしないので、ですね、えー、っとご容赦ください。それでまず最初の桜島なんですけども、えー、っとまずさやっぱり桜島の火山観測所がなぜできたのかという経緯をちょっとお話しします。 でこれは1955年の10月13日に、一番最初の南岳の爆発が起きてですね、でまあ、その爆発、まあ、普通は噴火1回起きたら大抵終わるんです、でところがですねその翌年になってから、ですねやっぱり噴火回数がどん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 増えてきて、ですね、まあ、やっぱり地元は非常に不安になります、でまあ、それは今から110年前の大正噴火のような大規模噴火が起きているということでですね。まあ 結構あの心配されてで、すねでその後でですね、あの笹健三先生がですね、まあ、あの吉川先生と鴨先生を連れてですね、桜島に調査に行かれたわけです。で、この調査を受けてですね、まあ、調査で、あの笹先生は、あのこの噴火は長期化するって言って、まあ、何を根拠にし あの長期化するって,言って言ったというのは、おそらくこの地盤変動で、対象噴火で沈んだ地盤が、その頃ろでまあすでにかなり回復していたというところが根拠になっていて、だけど実際、佐々先生はまあ適当に長期化するって,って言ったのかどうか知りませんけど、実際その後、68年にわたってですね噴火はずっと続いているので,で、結果から見たら完全に当たっているわけです。 でそういうことがあって、鹿児島県があの文、まあ、当時、文部省ですね、文部省に陳情しましてです、ね、それであの京都大学がです、ねえーまあ、担当すると。 で京都大学自体は、あの理学部には、朝の研究所がもうすでにでき,ますできていました、これ、昭和4年にはもうすでにできているので、だけど要するに、じゃあ、桜島、どこをやるかっていうと、戦後新たにできた防災研究所でやりましょうということで,です、ね、防災研究所の付属施設としてです、ね、桜島火山観測所が発足したということでございます。それで、まあ、あの一番最初は笹先生で,です、ね、その後は吉川先生、それから、 えっと3番目に鴨先生、これは私の,あの恩師になって、まあ、私をあの桜島に引っ張ってこられた先生です、それからその後は、えー、っとは石原先生が引き継がれて、そして、まあ、私はさらに石原先生を、えー、引き継いで、要するに現代になっていると、まあ、観測所の象徴としては5代目であるということでございます。 さて、桜島の噴火なんですけども、まあ、実際にこの私が赴任した頃にはです、ね、こういうようなあの爆発がです、ね、よく起きていました、で真っ黒い煙があた上がってです、ね、そして眼、えー、界が要するに飛んでいく、そして爆発の瞬間というのは要するに、あの衝撃波が走るので,です、ね、山の上が真っ白になるわけですね。ちょっともうちょっっとてこれがああ これが爆発の瞬間なんで,で、衝撃が出るんで、山の上が真っ白になるわけですね。で、こういうような噴火がですねよく繰り返されていて、そしてまあこの活動を見ますと、1955年から始まって、第1期、第2期、それからまあ途中で昭和火口に変わって、今、第3期の活動になっているのですが、この68年間の間に1万5000回の爆発が起きているわけです。 でこのうち、まあまあ、私はまあ大体この半分以上のところを桜島で勤務して、えー、研究を続けてきたということでございます。で、この1万5千回の爆発の中で,です、ね、やっぱり思い出に残るというかです、ね、爆発が何個かありましてで、その中の4つをここに出しているんですけども、まず一番最初にこの82年の8月24日の爆発っていうやつなんですけども、えー、っと、 えっとここで、えー、っと噴火が起きて、火山灰がずっと出てます、で観測所はこの辺りです、でこの時はです、ね、本当に真っ暗になりました、昼間なんですけど、要するに電気をつけないと何も見えないというぐらい真っ黒になってです、ねまあ、観測所で一センチ、重量でいうと10キロですね、厚さでいうと約1センチになるんですけども、それぐらいの,あの火山灰が降りました、ですから、まあ、昔はまあこれが当たり前の状態であったということですね。 それから2番目に、ですね、これはあの昔の観測所があった春田山の構内にですね、まあ、大体大きさでいうと1メーターぐらいの眼界が落ちてきました。で、こういうふうに穴が開いてですね、実はこれ、あのアスファルトなので、噴石が落ちると一瞬にして火がつくんですよ。で、アスファルトが燃えるんです。で、こんなことが起きたんですが、実は私、この時にいました。そして、 石が飛んでくるのが要するに見えたので、私は急いで逃げたのですが、私の頭の上を越えて、さらに50メートル後ろに、実はこの石が落ちていたということですね。で、た、まあ、多分火山の研究者の中でも、ですね頭の上を石を越えられたというやつは、ですねそうたくさんいないと思います。それからこの下のやつが、これが、まあ、これ非常にきれいですよね、真っ赤になって、雷がたくさん起きている。 でこれがあの南岳の活動期の中で、まあ、私は最大規模の噴火だというふうに思っています。そしてこれは2006年の昭和火口の噴火です。今までは南岳でずっと吹いていたんですが、その東の方のうの山腹から新しい噴火が始,め始まってですね、まあ、この活動がまあ数年続いたということであります。で、そういうような桜島で一体私、何をやってきたかという話を、あのもうほとんど今日は作業の話しかしないので。 それでやっぱり私があの桜島にその採用されたというのは、ですねあのこの第2次火山噴火予知計画、ここで広域火山観測網というのはまあ地震の観測点なんですけれども、この時に助手で採用されました、それで火山噴火予知計画というのは、その当時、74年から第1次、地震予知の方がそれより10年先に先行していってますので、地震予知の方はすでに第三次に入っていた頃ですね。<laughs> で実際に私がやったのは、この第3次、第4次のところで、ですね、まあ、春田山の観測コード、それからボアホールの地震計を設置したということが、あの私の主な、えー、当時のですね仕事になってきます。それで実際にどれくらい地震計を置いたかというと、ですねこれ、ボアホールの観測点なんですけど、これで全部で8点ぐらいあると思いますけれども、こういうまあ最大で深さ350メーターぐらいのボアホールの 穴を、まあ、私が掘ったわけじゃないんですけど、掘るのはボーリング屋さんなんですけども、掘って、ですねその下に地震計を設置した、これはまあ当時あの、まあ、地震予知もそうですけども、火山噴火予知もこの大惨事のこと一番お金がついていた頃なんで、ですねあの結構あのこういう新しい施設ができたわけであります。でそこで一体何をやったかというと、まあ、あの研究的な話はこれだけですけども、まあ、当時ですね、あの A 型地震、A 型地震というのは普通の地震です、いわゆる地震です、つまり先ほど岩田先生が口を酸っぱくして話をされた、あの <laughs> 破壊によって、岩石の破壊によって起こった地震、これが A 型地震です。でところが、こういうその B 型というような、前転押しなので、四小原型にならないわけです。でこういうよういよな地震を 研究したというのが、私の,あの学位論文のテーマなんですけれども、その位置を決めて、そしてメカニズムを決めて、その稼働内で起こる地震であるということをまあ明らかにしたということであります。それからこの第三次の観測計画の中で,です、ね、春たまに観測行動ができました。 でこの観測行動自体は、ですねそれ以前からですね地震予知計画では、ですね全国で至る所にもう穴を掘りまくって、ですねあのまあ、宮崎の観測行動もそうですけども、そこら中で作ったわけであります。で、まあ地震予知の方の観測行動がどれだけ役に立つかどうかは私は言いりませんけども、まあ、少なくとも火山の方でいうと、観測行動でやると非常にいいデータが取れて、それでこういう爆発の前にですね、あの 隆起、そして膨張ということがですね。確実に捕まえられてるようになったわけですね。である意味、その火山のその予知研究から言うとですね。ある意味確実に捉えられる変動なので、革新的な要するに観測技術をですね。まあ、これは結局地震の方の技術をインポートしたことにはなるんですけども、あの有効に使える道ができたということであります。 でただしです、ね、これほとんど石原先生の研究成果です。で、私、一体何やったかというとです、ね、ほとんど監督職員です。で、あのこれは当時はです、ね、大学の施設部があの施工管理をしています。今だったら要するに施工管理って業者に丸投げしてしまうので、楽なんですけども、昔は全部やってた。でところが施設部は京都からいちいちち 桜島に来るわけにはいかないので、私が監督職員の任命を受けて、それで要するにその地方、トンネルを掘削するときの四方向を1個立てるごとに、先生、写真に写ってくださいって言ってです、ね、まあ、ほとんど朝から晩まで、ですねもうこれにつきっきりになっていたわけですね。ですから、私にとっては、この観測行動を作ってたという頃がですね、まあ精神的には一番きつかった。 頃で,すでまあだけどそういうこともあってですね、まあ、この観測構造の技術っていうのは後で役に立つということになってくるわけであります。<laughs> それで次にですねじゃあ南西諸島の話をします。でまあ桜島はここなんですけどもその南にですねさつまいも口の選ぶ島諏訪之瀬島っていう、まあ、あの活発な火山が要するにたくさんあります。 でここのところで,です、ね、やっぱり新たな観測点をです、ね、観測網を構築したというのが、まあ、私の仕事です。で、今ですと、あの気象庁は、まあ、火山についてもです、ね、島し部を含めてです、ね、やっぱり全国展開してるんですけど、昔は要するに、気象庁は軌道観測しか、臨時観測しかやってなかったわけです。で、それを常設観測化させたというのが、まああのまあ、当時の私の仕事であるわけです。で実際にどんな ことととをやったかというとこれはまあ薩摩硫黄島という島なんですけども、これずっと噴気があの流れています。でとあのそれから、えー、っと南にはこういう機械からカルデラという、まあ、非常に大きな活動の、これ、最後のお日本で最後の巨大カルデラ噴火をした噴火だというふうに言われているんですけども、こういうようなところがある。でまあ、この薩摩硫黄島というところにですね、この,この薩摩硫黄島というのはですね、えーっと あの平安末期にですね、鹿飾りの陰謀で,です、ね、瞬間僧図がです、ね、捕まえられて流された島です。で、彼は要するにあの京都に帰還することはできなかったんで、私も京都に帰還できてないんですけども <laughs> あの、一生でここで終わったわけですね。それでそこのところで実際にまあこういう島の中に観測点を作って、震源決定をできるようにした。それれから諏訪の瀬島ですけどもこれ非常に活発な 火山です、まあ、こういうところに火口があって、こういうような爆発を、これ結構きれいですね、こういうような爆発を1日にもう何百回もです、ね、やるような、そういう活発な火山です。 でこういうような風なんで、一体何をやるかというとです、ね、まあ、これでです、ね、加口で離れたところでまあ大体500メーターぐらいしか離れていないんですけれども、そこのところに高大気地震計を設置してです、ね、観測すると、爆発の前にです、ね、やっぱり地面がこういうふうに上に持ち上がってくるということがです、ね、分かったわけですね。ですから、こういうような観測するとです、ね、やっぱり爆発の前の現象ってです、ね、やっぱり確実に捕まえられるということがです、ね、分かってきた,たわけです。 それからこの口の選ぶ島、こいつが一番あの私にとっても重いんですけれども、まああの、口の選ぶ島っていうのは屋久島の西の14キロぐらいにある島です。で、この火山っていうのは、まあ、あの非常に活発です、あの結構、えーと、ここ死者多数とかですね、ここで死傷者34名とかつって書いていて、ですねやっぱりあの島、あんまり大きな島ではないので、噴火起きたときに住民の犠牲者が出ていたわけですね。 でここのところで観測網を設置していたところ、2014年からまあ2020年ぐらいまで,です、ね、非常に活発な活動があった、この話をしたいというふうに思います。それでまず観測網としてはどんなやつをやったかというと、やっぱりあの地震が小さいので、火口の周辺に、まあ、あのこれは短周期とそれから後退期の地震を,を併設したんですけれども。おまあ 置いてですねそしてまあ非常に浅いとこ所、まあ、深さでいうと500メー以前のその震源をですね着実に捕まえられるような観測体制を取ったということです、でまあ、地震計をたくさん置きますと、こういうメカニズムを決められるので、そうすると、生断層がと、火山では非常に生断層の地震が多いですから、そういうそのここの構造に、まあ、整合的な、要するにメカニズムが得られたということです。 でさて、その活動なんですけども、でえーっとまあ、当時、気象庁の観測点なんてありませんから、で京都大学が観測を始めたのは1990、これ、正確に言うと1年の12月なんですけども、ここから観測を始めていった。だけども、この地震の回数が99年の7月ごろから急激に増えていって、その,後の分発が何回も繰り返されるようになってきて、そして2014年の8月の噴火を迎えた。 それからこれは GNSS のキャンペーンの観測なんですけれども、まあ、最大で2、30センチぐらいのです、ね、水平、あるいは上下のです、ね、変異をです、ね、確実に捕まえられるようになってきた。で、当時はインサーなんてありませんから、今であればインサーで上から見たら、そんなもんわかるでしょうみたいな世界なんですけれども、まあ、こういうやつを確実にその地震活動の活発化、それから地盤変動というやつを捕まえることができたわけです。 でその2014年の噴火のあと、2015年の噴火というのがあります。で、これはその時にそに火砕流、こういう火砕流が出てきて、この新岳の河口から火砕流が、まあ、大体この集落の近くまで流れていったもんですから、その気象庁はです、ね、噴火警戒レベルを5に引き上げました。で、噴火警戒レベル5イコール避難ということなので、えーまあ、これはあの、口の選ぶ島っていうのは屋久島ですね。屋久島町が あの行政地域になっていますので、屋久島町は全島に対して、要するに、えー、避難指示を発令して、137名がです、ね、避難したということがあります。 である意味、この避難というのはです、ね、まあ、気象庁が噴火警戒レベル、噴火警報を発表したのが2007年の12月以降です。これはあの緊急地震速報が出始めたときと同じタイミングです。で、これで初めての噴火警戒レベル5、避難が行われたというわけです。でところが、この噴火警報自体はです、ね、その噴火が起きてから出て、 あの発表されているのですが、私は要するにその,その前に、要するにつまり事前避難ができたんではないかというふうに思っているわけですね、でその理由は、その2014年8月の噴火が起きた後に、えー、っとに、まあ、こういう地盤の膨張ですね、これ収縮してるんですけど、これ、屋久島と口並ぶの間があの縮まったということで、口並ぶが膨張してます。 でそれと同時に火山ガスの量が非常に増えてきて、地震も増えてきた、そして3月にはこういう火影が見られるようになってきたわけです。そして最後の極め付きは噴火の6日前に有感地震が起きた。でか火山の場合ですと、有感地震が起きるというのは珍しいことです。で、マグニチュード3でも十分大きな地震なんですね。でそのタイミングで私はにその 気象庁に噴火警戒レベル5、避難にしろというふうに言ったんですけれども、気象庁はそんなことはできませんというふうにです、ね、私の,あの助言をです、ね、見事に却下してくれたわけですで。却下したのはいいんだけど、噴火が起きてしまったから、しょうがねえからレベル5に上げたということが、要するに、えーまあ、最後の顛末ですね。 ただ、要するに私の反省としては、ですねやっぱりこの噴火警報、噴火警戒レベル5に要するに上げさせることが要するに目標であったような気がします、で本当は要するにレベル5の警報を出すのが目的ではなくて、避難させるのが目的だったので、そ,のそもそも気象庁に言ったとっいうのが間違いだろうというふうに思っていて、ですねそれを今後、どういうふうに結果つけるかというのは、また後で話をします。 でで番目ですインドネシアですでインドネシアというのは、やっぱり127の活12火山を持っていて、ですね、まあ、やっぱり火山の数は非常に多いということと、それから日本と同じように、ですね活火山と住民が住んでいる距離がやっぱり短いと、非常に近いところに住んでいる、こういう特徴があって、過去には、まあ、あのこれ、えーっと、死者数1000人以上のやつだけ書いてますけれども、やっぱり。 あの非常に深刻なですね火山災害が起きています、やっぱりこういうニーズが高かったわけですから、防災圏としては、要するにそのインドネシアの火山というのは、に対してどういうふうにしていけたかということですね、これ、1991年、94年から98年、これ、文部省のえっと国際防災の10年、IDNDR というのが、実施しています。 でその中で、われわれはあのインドネシアのグントゥール火山とメラピ火山についてです、ね、観測網を構築していきました。それからその後は、まああは JICA の技術協力プロジェクトとか、加減費をつないえあの使いながら食いついでいったわけですけれども、2008年になりまして、要するにサトレスという仕組みができるようになりました。で最初はこれ東大ののの佐竹先生の下について、えっと、インドネシアの 受ける地震火山の防災策というやつをやって、そして、えー、2013年には火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する総合的研究ということでですね、えー、実施しています。それでこの話をちょっとしたいんですけれども、まあ、これが実際にグントゥル火山で置いた、えー、と観測点の位置とこの、しかえーと プラスが観測点の位置なんですけども、これで今までインドネシアの火山って基本的に1点観測だけです。で、1点の地震記録だけで彼らは避難指示とか、避難をさせるわけです。だからかなりあのインドネシア人については勘がいいんですよ。それで、そのまあ、わはですね、じゃあ1点だとやっぱり震源が決まらないので、 それでで少なくとととも4点観測化させたということですそれからもう一つは、やっぱりアナログの観測から、やっぱりデジタル観測に移行させていったということをやりました。で、まあ、これがグントゥール火山です。で、ところが問題になってくるのがですね、2010年のメラピ火山の噴火です。 でメラビ火山の噴火は、ですねこれはやっぱり140年ぶりのです、ね、非常に大きな噴火で、ですね、まあ、地震活動とか地盤変動が非常に大きかったので、10月25日にはですね警戒範囲を10キロとする範囲をから人を避難させて、6万9千人が避難しています、そしてその日の10月26日の夕方にですね爆発が起きて、まあ、これ、40名の犠牲者が出ています。 でこの40名の犠牲者、なぜで出たかというと、避難指示が出ているにもかかわらず、避難しない人がいたからです。で、この10月25日というのは、私は非常によく覚えているんですけれども、この日はです、ね、朝からですね、まあ、前の日からそうなんですけれども、ジャカルタから要するに大雨が降ってです、ね、まず要するにバンジエル、フラッドの,あのニュースがず、日えっと、朝の間はずっと出ていたわけですね。 でところが要するに10時ぐらいになりますと、前日にです、ねえー、スマトラのマンタワイ諸島で,です、ね、実は前日にその津波地震が起きているんですね、でこの津波地震が起きているとか、私もスマトラにいました、で大した津波地震ですから、大して揺れてはないんですけど、津波によって400人ぐらいの人が亡くなってしまったわけですね、で昼頃からこういう情報が入ってきて、ですねそして夕方になって、極め付けはこの火山の噴火でとどめを刺したと。 でこの日の10月25日というのは、インドネシアでは要するにフラッドと津波と火山の噴火とですね、一日中大騒ぎをしてたという日ですねで。ところがですね、これで収まらずにですね、10月、11月3日からですね、 えっと活動がさらに高まってです、ね、そして11月5日にはです、ね、警戒範囲の20キロ、41万人が避難しています、でその中でやっぱり火砕流が18キロ流れて、そして360名の方が要するに火砕流で亡くなったということがあります。で、そこのところで、そのインドネシアのユドエの大統領がそのあとなんですけれども、日米の火山専門家を派遣を要請しています。 でその時に外務省が動いて、JICA、えー、の国際緊急援助隊の派遣を決定した、つまり火山の研究者を要するに緊急援助隊で派遣した、でところが研究者をその緊急援助隊で派遣するというのは、これ、極めて異例です。普通は例えば地震が起きたら、あの消防の人しか行かないので,で、かなり異例なことなんですけれども、まあ、かなり要するに状況が、まあ、今後の見通しが分からなかったということが、その理由にあります。 でまあ、調査は1週間ぐらいでしかなかったんですけれども、その後にそのインドネシア政府にです、ねまあ、火山観測に関する強化の提言と、6項目の提言というのを日本大使から、えー、インドネシア政府に渡していただいています、それからその後外務省から感謝状をいただきまして、それで皇居において天皇皇后両陛下に謁見することができました。 で、その時に皇后陛下から私は言われたことはですね、火山の研究者は火山のそばにいないといけませんねって言って言われたわけですよ。<laughs> で、前の皇室っていうのは火山に対して非常に毒涙が深かったわけです。だからやっぱり火山の研究者は要するにちゃんと火山のそばにいないといけない。だから要するに、各地施設も大事にしないといけませんねっていう話なんですね。で、そういうことがあってですね、サトレプスを申請しました。 これはまあ主に火山の噴火から、要するに火山の噴火を予測しながら、要するに火山灰の拡散、それから火山灰の拡散のあと、これ、積もる量を積、まあ、えっと、降灰量を見積もって、そしてその後に雨が降ります。雨が降ると、今度は土石流、まあ、インドネシアで言えばラハールが。 出てくるのでその火山の観測のところからそれから要するに土砂移動土砂災害前だをですね一気通貫でやりましょうというそういうプロジェクトを出したわけでありますでこれがうまく採択されてですねこれ2013年この年は僕はやっぱり結構すごいなと思っていてですねこれは私の研究課題です からこれは中川先生のバングラデシュです、つまり防災案件って大体サトレスには2件しか通らないんですけれども、この2件を防災権が独占してしまったわけですよ。で、これ、防災権としては初めて、今ですと皆さん結構サトレスやっとられるので、あのやっとられるんですけども、これ、防災権としては初めてです。でだけど2件独占するということは、これ、防災権のやっぱりあのダイバーシティのすごいところなんですね。 でそ,それは要するに、これ、火山と河川じゃ違うでしょうという話だ,だから通ったと思うんですが、まあ、こういうふうにできたわけです。で、あまあ、それで、まあ、皆さんもですね、今私は今、サトレフスあの、プロモーションする立場なので、で防災研としてもです、ね、今後、どん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 、あの提案をです、ね、出してくださいということをぜひお願いしたいというふうに思っています。 それでこのサトリオプスで,です、ね、実際にやったことはです、ね、これ、ハザードマップを作ったということです。でこれ、紙のハザードマップっていうのは、従来からできているんですけども、まあ、やっぱりその膨大なシミュレーションをやって、それでプレアナリシスなデータベースを作ります。で、プレーアナリシスのデータベースを、これは要するにあのイベントチェーンを含むんですけども、火山の場合ですと、火砕流から火砕流のイベントチェーン、火砕流から土石流のイベントチェーン。 土石流から土,土石流へのイベントチェーンみたいな非常に複雑なことを考えないといけません。でそれを含めてプレアナリシスのデータベースの、ハザードマップのプレアナリシスデータベースを作って、そして観測データからその最適なプレアナリシスデータベースにアクセスして、あ最適な、えー、ハザードマップを抽出するということをやりました。これがあの結果ですさて 最後のまとめの章に入ってきますけれども、まあ、そして桜島です、そして考えないといけないような大規模噴火ですね。で、この大規模噴火を考える理由は、あまあ大正噴火のときに、えー、まあ大規模噴火が起きて、地盤は、アイラカルデの周辺の地盤は80センチ沈降したのですが、その後110年かけて72センチ隆起してきた。 つまり、その大正噴火で失われたマグマのほぼそれに相当する量は110年の間にすでに、アイらカルデの間に蓄積、えー、下に蓄積したということは、もうすでに分かってあるわけです。で、そこのところで、まず一体、我々はどうするかということなんですけれども、それでまず考えないといけないのは、桜島のマグマシ,システムで、マグマ溜まりがあるのはここです、噴火があるのは桜島です。 そして、アイラカルデの下から桜島にマグマが供給されていて、で大規模噴火だと、このマグマ、供給するマグマの量が増えるというふうに思っています。そこで、要するにその、えー、その時に、加入してくるマグマが増えているということをいち早く検知するために、その従来、春田山と有村には観測コードがあったんですけれども、3番目の観測コードを北の方に作ったということですね、これが2016年です。 でこの観測行動を、まあ、あのできたというのは、私は非常に幸せなことだとは思うんですけども、やっぱり春田山の観測行動をやって、ですねやっぱりまあ当時、私はあのそれなりに苦労したと思うんですけども、その時のやっぱりノウハウが、やっぱりこの時の観測行動を設置にですね生かされたというふうに考えています。 そしてその後です、ねまあこういうその時々です、ね、別のマグマが入ってくるんですけれども、この別のマグマが入ってきたというのは2015年の8月15日で、えー、群発地震とです、ねえーまあ、この時1000回ぐらい、1日に1000回の群発地震が起きています。それから、えーっとまあ、それと地盤変動ですね、これが歪みと、えー、傾斜と歪みの記録あ、傾斜ですね、傾斜の記録なんですけれども、まあ、1時間ぐらいの間で,です、ね、非常に大きな。 地盤変動これの、まあ、大きなという意味はですね通常の爆発が起きる時の変動に比べて300倍大きい変動が起きていますそしてこれがインサ a の解析結果でこれ橋本先生に計算してもらったんですけども、まあ、こういう大きな流気 2つの目玉があって、そして GNSS で見ると、北西南東方向に引き裂かれる、つまりここのところに、大工が入ってきたというふうに考えてるんですが、こういうことがあったわけですね。で、こういうその観測の活,発活動の活発があって、気象庁は噴火警戒レベル4で警戒をする範囲に3キロに拡張したわけです。 でこの時に対象になる地域、えー、っと集落というのは、有村と古里というふらつ2つの集落であったわけです。でところがです、ね、この黒髪地のうが東にあるんですけどこれはこの3キロの外側です。ただし、この3キロの外側なんですけれども、その昭和火口の時代には、こっちの東のほうに火砕流がよく出ていったので、私は鹿児島市に、えー、その黒髪も避難させるように助言をしました。で、今度は気象庁には言わなかったわけです。 でそれは口選ぶで懲りていたので、こいつにあの気象庁に言ったってどうしようもねえだろうと、じゃあ、要するに避難させるのは鹿児島市だから、鹿児島市に直接言えばいいということなんですね。ですからやっぱり、意思決定者に直接言うというのが、ですねやっぱりすごい、私はあのメリットであるということを学びました。で、まあ、実際に鹿児島市はですねこの有村町、ふるさと町、そして黒上町を含めてです、ね、まあ、77人が避難させると。 いうことがに成功したわけでありますでそうしますと、ですねやっぱりハザードを考えるというのが要するに非常に大事で、ですねやっぱりこれ、えー、っと2016年からはあの始まってます次世代火山研究事業の中で、ですね、まあ、リアルタイムの火山バイハザード評価手法というのをあの受託して研究していますで。これは従来の火山に比べて、ですねやっぱりですね気象学の知見、 というようなものをですね入れないと、要するにこの火山灰の拡散のハザード、火山灰のハザードというのはあの、やっぱりやりきれないわけです、ですから要するに従来の火山観測の限界で、でさらにやっぱり広く広げられてです、ね、例えばレーダーについては、牧先生にお願いしてますし。 それからその風速場のです、ね、構成再開ということについてはです、ね、竹見先生にお願いしてやりましたし、それからまあ特にこのテフラリスクの評価です、ね、この辺は丸山先生にやっていただいたんですけど、まあ、ある意味、要するに防災圏の中でもです、ね、今まで要するに火山の研究者が要するにやっていなかった人とです、ね、やっぱり連携して協力しながらです、ね、やらないと、要するに先に進めないということになってきたわけです。それでないとやっぱり 次のやっぱりハザードの研究は進められないだろうというふうに思ったわけですね。で、これが非常にうまくいっています。で、最後になりますけれども、それをさらに拡張していったのが、火山防災連携研究ユニットであってですね、一つは要するに、まあ、従来の火山活動研究センター、桜島火山観測所がやっているのは、ここのところです。 でつまり観測をやりながら、要するに火山噴火の発生予測をやった、せいぜいこれぐらいです、ただしこれ、火山災害を要するに、火山災害って複合性が極めて高い災害なので、おそらくその上には、そのハザードの予測、それからリスクの評価、そして対策の研究というやつを、ですねこれをやっぱり一気通貫的にやらないと、ですねやっぱりこれはもうやっぱり火山災害の防止には絶対ならないだろうというふうに思ったわけですね。 ですからまあこういうふうにして、ですね、この火山防災連携研究ユニットをさらに発展して、火山防災センターに、ああの多分中北先生、やってくれると思ってるんですけれども <laughs>、やっぱりあの他のやっぱり従来の観測を中心とした火山だけではもう限界、さらに要するに他の人と連携しながら、ちゃんとやっていって、初めて要するに災害の経験に。 貢献していくということがで,す、ね、できるんだろうというふうに思いました。それで最後にです、ね、これ、43年間皆さんにお世話になりましたということなんですけども、まあ、私自身はです、ね、実際に本当にあの理学部卒業してです、ね、すぐにその桜島に放り込まれたような人間で,で,す、ねで、まともな研究あの教育受け,受けていません、ほとんど大学院には2ヶ月しかいなかったので。 それれででで観測所でろくくななことを教えてくれるわけじゃないんですね鴨先生にあの教えてもらったのは酒の飲み方と事務官との付き合い方これしか教えてもらってないですでまあよくぞ要するにここまであのまあ私はよくぞここまでやってこれたなと要するに今から思うとですねそういうふうに思うわけでありますでまあやっぱりやってこれたっていうのはですねやっぱりあの鴨先生それから石原先生それから その観測所のです、ね、先輩、後輩に支えながら来れたということとと、ね、それからやっぱり防災研究所はです、ね、やっぱり各地施設に対して非常に温かいです、で、やっぱりいろんな方に支えられて、まあ、火山防災連携研究ユニットというのがそれの典型だと思ってるんですけども、やっぱり支えられてきたということがです、ね、非常に私にとっては励みになりましたしです、ね、ここまで続けてこれたという理由だと思います。 いや本当にあのお世話になりました。どうもありがとうございました。